何、ゲームスタートってどこにあった？なんか、わかんない、あったい。もうさ、でもさ、もうさ、でもさ、打てる状態になってる、今。だと思います。多分、カンナちゃんが先行だから、ちょっと打ってみて、一回。自分何色かわかんない。黒です。あ、あ、打ちまこれしね、た。打てない。はい。ということでね、これね、動画撮ってんだけど、今日からね、代表でね、師匠のね、10番勝負をしようと思います。無理ですよ、私下手くそやん。10番勝負をしようと。別にオセロだけに限らず、今日からオセロだけに限らず、いろんなもので10番勝負をしようと思います。10回勝負して6勝した方が勝ち。負けるわ、絶で、負けた方が、エロゲ出します。対。え、どういうことです 負けた方が、エロゲ声優に抜擢されます。か？え、やめてください、と。なんでそうなの？ え？え、どういうこと？負けた方は、今作ってんのはどうかわかんないけど、これから先作るエロゲの、この主人公がヒロインの声をすることになります。絶対嫌です。じゃあ負けないでくださ え、何い。はい。はい、10番勝負スタートです。や、嫌だってなって。いや、もう無理だよ。ダメだよ。なんで。ダメだよ。なんか書けなきゃ視聴者面白くないじゃないですか。や、それは嫌だ。ほら。かけるものがひどい。僕がもし負けたら、僕はホモゲーの声やりますよ。いやいやいや。カンナちゃんが負けたら、エロゲの声をやる無理です。それはね、もっとと。負け違なう。きゃいいんだよ、負けなきゃさ。いやです。ちょっと何でかけないです。負けなきゃいいんだよ、負けなきゃ。いや、無理です。ちょっと何でかんない。ゲームなんか。10番勝負なっちって言う、6勝すればいいんだよ、6勝。1回負けたって大したことねえんだ。無理です。絶対無理です。大丈夫、みんなが求めてる。いや、求めないでください。無理ですから。代表に、代表に負けなきゃいけません。無理ですって、本当に。じゃあ、勝てばいいんだよ、勝てば。いやいや、そんなめっちゃ無理。勝てるわけないじゃないですか。なんでその勝てないみたいなこと言うの？勝ちましょう。いやいや、無理ですって。いやいやいや、本当にあかんか。その嫌がり方が、視聴者が求めてるものかもしれないけど。やめてください、本当に。え、無理やから。よく考えて打つように。無理です。え、ちょっとほんまに無理、ほんまに無理。ほんまにいろいろ無理。できない、そんな。だから負けなきゃいいんだよ、負けなきゃ。そういう問題じゃなくて。負けなきゃ、まあ、罰はないんです。負けると思ってるの？や、絶対もっとも絶対負けるの？だって10番勝負だよ。しかも10番勝負で違うこと10回やるんだよ。っと。絶対無理。普通負けないでしょ。いや、負け。普通負けないって。大丈夫だって、今日だって勝つかもしれないし。無理。勝つかもしれない。い10や、番勝負無理。だよ。まあ、昨日長い話だから。そんな嫌がらないように。勝てばいい、勝とう。だからそのくらいかけないとね、多分ね、カンナちゃんが本気にならない。いやいやいや、ここは本気で叩き潰しに来い、本気で。本気で無理ですか？本気出しても無理だ。本気出して勝とう。え、何ですか？もうなんか違うもんにしてきた。やっぱり。罰ゲーム、それはちょっと嫌だ。
ってこと。でもちょっと嫌なやつじゃないとダメだもん。嫌なやつじゃないとさ、嫌なやつじゃないとやりみないじゃん、罰ゲームとか。嫌なやつ、嫌なやつじゃないとダメ。嫌なやつで視聴者に分かる罰ゲームじゃないとダメじゃん。いや、大分無理。嫌なやつで視聴者にも目に見えて分かる罰ゲームだよ。何がいいじゃん、それだったら。手荒い罰ゲーム。なんか、いや、エロエロ関連、いや、あのエロ関連じゃない。エロエロしたいの？エロエロしたいの？違いまして、エロ関連じゃないやつにしてください。なんだ、エロ関連はずいの？無理です、エロ関連。無理。なんでエロ関連を求めてるかもしれない、視聴者。いや、無理ですって。じゃあもう負けた方が、じゃあいいや、負けた方が旬な芸人のモノマネをする、過去の動画で一本出す。いや、実写とか無理。あ、実写じゃなくていいよ、実写じゃなくていい、声だけでいいよ。勝負が決まった時点で旬な芸人のモノマネをする、誰でもいいよ。なんで相手私なんですか。それならいいでしょ。いや、副代表とかとやってください。ダメだよ、タンナちゃんやったら面白くないんだよ。いや、無理ですって。木下がやったって木下ノリノリでやるから面白くないんだよ俺。いやいつもやってるじゃないか、木下さんだけ言われても罰ゲームしてるよ。いや、無理だよ。それでいいじゃん、それでオッケー。いや、もういいじゃん、なんかそれでいいじゃん。いやいやいや、動画で一本旬な芸人のモノマネをするっていう動画を一本出す。勝負がついた時点で。はい、これちなみにあの持ち時間あるからね、見てる分かる通りだけど。あと4分30秒だからね、動いてるからね。早く打たないと。それ時間なくなったら自動で負けるからね、先言っとくけど。うん、あと危険も負けとみなすからね。当たり前ですよ、負けそうなんて危険したらダメですよ、それは。こんなん絶対負けるじゃないですか。なんでそう思うの、なんでそう思うのね。いや、なんで負けるってわかるんだよ。負けるなんで負けるなんてわかるの、そんなこと。わかんないよ、わかんないよ。勝つかもしんないじゃん。うん、ということで、まあこの10番勝負ですね、まあ今これ収録してるんですけども、まあ、10回のうち6回負けた負け、つまり、半分以上負けた時点で、旬な芸人の罰ゲーム、旬な芸人の真似をするという動画を YouTube のこのチャンネルの方に投稿するという罰ゲームを受けることになります。はい、まあ視聴者さんどっちを応援してもいいんだけど、あれです、このコメントでね、ぜひ応援コメントとか送っていただけるとすごく励みになるので。ないよは代表カンナちゃんをぶっ倒せみたいなこと書いてもいいし、やめてください。あとなんかリクエストもつけといていいですよ、リクエストもねつけといて構いません。なんか誰々のモノマネしてほしいみたいなね、これ芸人じゃなくても大丈夫です。リクエストが多かったものがあったらそれにするかもね。そう、採用するかもね。視聴者さんがカンナちゃんにやってほしいこと、そして代表にやってほしいことをなんかバーって打ってくれれば、まあって感じで、はい、あんまり負けるし
対戦10番勝負なんですけども、まあね、第1回目はオセロということで、やだ。あ、まあここね、あの今ちょっと白が優勢かなっていうふうに見えてるんですけど、まあ、カンナちゃん上手いんで、うまくないです。なんとかね、置けるとこに置いてもらってっていう感じなんですけど、もう1個しかないやん、こん置きなさいよ。もういいわ。もういいじゃないのよ、あなた。もういいじゃないのよ、あなた。だった。わかってるの、あなた。もういいじゃないのよ、あなた。ひどい。ひどすぎる。ひどいって何？やばい。何がひどい？印象悪い。やばい。何がひどいか教えてほしいんだけど。意地悪いや。意地悪？うん、いや意地悪って言った俺のこと。そんなことないよ。意地悪い。楽しみだな、バッチョゲーム楽しみだな。大丈夫、ちゃんとカンナちゃんが勝てそうなゲームを用意しておくから。いや無理です。でもこれだけははっきり言っておく。オセロはまあ。95% ぐらい俺勝つよ。最悪。それを一発チョイスしてくるとか。まあこれはもうね、視聴者も予想通りの展開ですよ。あー、なんかもう無理、語り。そんなことないよ。いや無理だ。人生楽はね、雲あるさっていうことで。はい。ね、ね、武田鉄矢さんも水戸黄門を込んでやるらしいですけど、本当に。ああ、もう死んでしまう。いろんなことが、まあ、ありますけどもね。最悪。いろんなこと、いろんな勝負がございます、世の中には。あ、もう最悪。何？早く来なさいよ。あ、置いたね。ひどいよ、ちょっと無理やろ。え、無理じゃない、まだまだいける。いや、無理です。まだやれる、まだできる。大丈夫。まだ終わっちゃいない。オセロとは逆転できるゲームだから、リバージだから。いや無理です。オセロはリバージだから。あ、もう無理だから。逆転の可能なゲームだから、いかなる時も逆転ができるのがオセロですから。いやほんまにちょっとバカなのにこんなんできるはずない。全然大丈夫、まあ、全然取ってるじゃん、まだ石たくさんあるし。いや無理です。石たくさんあるじゃん。いいえ、絶対盛り込んだ。あ、ちなみに白が僕で黒がカンナちゃんです。もうほんまにひどい、最悪。え、ほら取ってるじゃん、めっちゃ取っとるやん。何をやってるんですか。全然取ってる。これで負けるなんて、ね、僕からこんなに石を奪っておいて。結構うまいよね。いや、何もうまくない。結構うまいよね。手握ってるだけ。あー、なるほどね。だっても残り7秒しかないし。なんかでもこの調子だったら俺勝つんじゃない。普通に、いや普通に勝つでしょ、代表っていうことで、はい、10番勝負第1戦目は誰の勝ち。みんな誰の勝ち。リスナーさん誰の勝ちだっけ。ほんまに
まずこれね、10番勝負ですけども、1戦目は僕が勝ったみたいなね、そんな感じになりました。もちろんやったよ。あのね、そうよ、これはね、カンナちゃんのね、すっごいモノマネが見れるかもしれない。意地悪いわ。いやーもうね、うん、しょうがない。悲しい？悲しい？いっぱいして悲しい？うん。しょうがないなぁ。しょうがないなぁ。再戦してくださいって言ったら今のなかったことにしてあげてもいいよ。マジ？どうする？どうする？このまま負ける？それとも再戦してくださいって一回言えばもう一回だけチャンスあげてもいいよ。じゃあ再生してください。今のじゃ練習ってことね。はい、はい、じゃあ再生します。じゃあ再生します。じゃあ開始で、開始、はい、ということで今度は僕が黒番ですね。黒番僕が黒番、カンナちゃんが白番になります。はい、今度は僕は先行ですね。はい、これ2度連続再戦してくださいとか言って負けたら屈辱だよね。やめて、負けそうやから。オセロはさ、勝率 50% だからね。いや。2回連続で負けるとかありえないよね。いや、ありえますか。私オセロ弱いのに。オセロ弱いの？弱いです。嘘、本当です。マジで？うん。オセロはね、本当にね、まあね、一手のね、間違いがね、大きなね、失敗を生むよね。うん。まあ、カンナちゃんもね、オセロに久々にやったっていうこともあってね、ちょっとさっきのはね、さすがに僕もかわいそうだなと思いつつね、再戦という形を取りました。もういい。でもなかなかね、あれなんですよ、うまいんですよ、かなちゃん。うまくないです。あ、ちょっとやばい、やばい、やばい、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。画面が落ちた。なかなかうまいんですよね。はい、お上手ですね。そんなことないって。いや、でもなかなか筋がいい。いやいや、絶対ないかな。やばい、負けるで、こんな。いや、そんなことない。今、すごく上手。いや。だって角取られてるじゃん。すっごい上手。いや、でも、再戦だから、これ。再戦だから大丈夫。無理やわないわ。まあね、たくさんの方がね、こういう風にね、視聴してもらってますからね。もう嫌だ、もう嫌だ。ね、今日はね、秘書のカンナちゃんとね、こういう風にね、ゲームができて僕もね、幸せだなと思いつつね。最悪。まあ、ね、あ、別に決して木下塾さんじゃちょっといじめがいがないからってカンナちゃんに乗り換えたわけではないんですけど、あうん、そうね。無理無理無理、死んじゃう、こんな。死にませんよ。いや、もうやだ。ここどこだっけ？ここどこだっけ？ここどこだっけ？やばい、怖い。ちょっと待って、ちょっと待って。え？やばい。何笑ってんの？何ですか、この黒。なんかおかしいのとこあった？え、無理無理、もうこんな私の。
無理。そんなことはないんですよ。無理。本はね。あなたは死にませんよ。嫌だ。あなたは死なないって言ってるでしょ。はい、ということで、第一声ですね。私、これ動画撮ってて本当楽しいですけど、私、大砲ことコミカ、カナちゃんに大勝利する瞬間が撮れました。これ10番勝負なんで、このいろんなこと勝負あります。これね、一応僕10番勝負いろいろ考えますけど、リスナーさんが、カナちゃんとこれで勝負してあげてみたいのが、まあこれあくまでもネット上でできることなんですけど、これで勝負してあげてっていうコメントがリスナーさんからついたら、そのリスナーさんからの勝負をもしかしたらやるかもねっていう、カンナちゃんが勝てそうなやつをね、できる限りリスナーさんは言ってもらいたいなと思うんですけど、はい、それで罰ゲームは旬な芸人の真似を動画でするはい、最悪。なんか対戦って楽しいね、やっぱりね。うん、全然楽しくない。ブラックウィーン。ほんまに最悪。ということで、リスナーさん、本当に、ご視聴ありがとうございました。はい、今日は、私、この YouTube、UGP チャンネル、キャッチャーの局長、UGP の代表こと、トミーと、秘書のカンナちゃんでした。今日の動画良かったと思う人は高評価ボタン、ダメだと思う人はちょっと低評価、またチャンネルにコメント、チャンネル登録お待ちしてますのでよろしくお願いします。彼女ありがとうございました。すごい間に合いねやば